クメシア大陸。ここはドラゴンと人間が共存する世界。大気中にはドロップと呼ばれる精霊の力が存在し、モンスターたちはこのドロップの力を命の源としている。ドロップの力でモンスターを操る特殊能力者ドラゴンテイマー、新たなる冒険が今始まる。ダンジョンで待ち構えるモンスターたちをパズルで倒し、手に入れたモンスターを育成して自分だけのチームを作る新感覚の冒険パズル RPG が任天堂 3DS でついに登場。パズドラ Z。 主人公は Z シティに住む新米のドラゴンテイマー。男の子または女の子のどちらかを選択して伝説のドラゴンマスターを目指し出発。主人公をナビゲートしてくれるドラゴンの子供シロップや、さまざまな仲間たちが冒険をサポート。しかし世界を一度崩壊させ、自分たちの理想郷構築を企む悪の組織パラドックスが主人公の行く手を阻む。次々と襲いかかる邪悪なドラゴンテイマーたちを倒し、世界を救え。全部で6色あるドロップは同じ色を3つ以上揃えることで敵を攻撃することができ、コンボを作れば大ダメージ。また光を放つ Z ドロップを消すことでモンスターに超絶ダメージを与えられるぞ。バトル終了後にもらえる経験値はモンスターたちを成長させ、手に入れたエッグは研究所にあるエッグ解析機にセット。モンスターの進化にはチップと呼ばれるアイテムが鍵。必要なチップをバトルで集め、チップ合成が完成すれば強力なモンスターに進化。進化には分岐がある。自分好みのモンスターを育てよう。バトルに勝利するためにはチーム編成が重要なポイント。各モンスターに設定されている属性には相性があり、その相性を見極めることで攻撃重視や防御重視などの戦略を立てることができ、各モンスターの持つスキルやリーダースキルを使いこなせばより効果的にバトルを進められるぞ。数多くのバトルに挑み、強力なモンスターをたくさん集めよう。ダンジョン探索中には障害物や分かれ道があり、進むルートをドロップの色で決定することができる。選んだ道のその先には何が待っているのか。ローカル通信を使えばモンスターをトレードでき、プロフィールなどが書かれたテイマーカードを交換することでフレンドを増やせる。またすれ違い通信ですれ違ったユーザーを助っ人として選択できるなど、通信要素もしっかりと搭載。友達との交流でバトルがますます面白くなる。襲い来る悪の組織パラドックスとの熱きバトル。自分だけの最強チームを作り、いざ冒険の旅へ。より多くのモンスターを集めて目指せドラゴンマスター。
任天堂 3DS 専用ソフト、パズドラ Z。 2013年12月12日発売予定。早期購入者には特典としてオリジナルタッチペンがついてくる。